はい、どうも、ジャンゴ19人クッソーンクッソー、今回なんですけども、はい、山城記録会の方に出場していきたいと思います。タイトルから分かるとですね、今回私が出る種目は、そう、800m なんですよ。800m ございます。はい、ということで 800m 私人生初めて出場するんですけども、まあ、なぜ出場するかと言いますと、まあ、本来であれば今月体力練の一環としてね、この 800m の方にエントリーしてたんですけども、あいにく日本選手権、欠場しまして、まあ、今怪我もね、リハビリがもう結構治ってるんですけど、段階で、まあ、意図せずこの 800m がちょうどいい距離、ちょうどいいスピードを出せる練習になってしまったわけですよ。もう人生初の 800m、もう未知すぎます、マジで。まあ僕はね、幼き頃から、体力がないで有名で、まあ市でもね、トップクラスに体力がなく、サッカー部時代も体力がなくて、もう試合に出れないとか全然あったので、体力はマジでないんですけど、てかメンタルもないんですけど、まあ最近、もし走れるようになってきて、走り方も覚えてきた今、この 800m 僕にね、まあ、向いてるのか向いてないのか今日で分かっちゃうんですよね。僕いつも 400m とか 400m ハードル一周ですら ってなるのに、今日2周状態なんですよ。目標のタイムの方は1分58秒ギリなので、1分57秒出たらうれしいぐらい嬉しいです。まあでも、タイム切れなかったとしてもね、まあ、800m なんて 400m に比べればもう絶対きついし、絶対ケツありするし、絶対もう走ろうとなるんで、まあもうそれでとりあえず OK、 今日もう追い込み練習、体力練習の一環なんで、とりあえずきつければ OK なんですけども、タイムの方は1分57秒あたりを目指して頑張っていこうかなということで、はい、もう頭の中は 800m 後で走ることでもういっぱいで、もこのオープニングの中調子どうでもいいんですけども、はい、今日の方も頑張っていきたいと思います。緊張しすぎて早く競技場に着いちゃいました。ということで、ブドゥー外ほんまにここにシューするとか、もうアホちゃん。これ全部緊張の汗やで。緊張の汗すごいな。ずっと呼吸が400より何倍きついっすか？10倍ぐらい。400
400のラストさ、100しんどいやん。でも800のラスト100、それよりほんまにやばい、気にならんぐらい足上がらない。はい、ということで今回久々に実況していきたいと思います。 800m スタートしました。このね、今2番手につけておりますがクリニッキ選手でございます。レースプランといたしましては、まあ1周目を1分で通過すると、 100m15 秒のペースで 200m30 秒45秒1分で通過するとね、そういうレースプランを取りまして、ラスト1周まあね、余力がある状態だと思うので、しっかりと57秒台で回ってきて1分57、まあそのあたりを思い描いておりました。もうこの辺はですね、もう腕振りコンパクトに、なんですかね、もう足も脱力して、まあ、前の選手が多分1分それこそ2分切るぐらいの選手だったので、ゆっくりついてって、ラスト抜こうと思い、もう何も考えずに、もう煩悩で走っておりました。はい。で、ここでですね、はい、生きて、はい、今見ましたか？今、見ました。この手ブラブラってするやつ。僕、これがしたかったんですよ、800メートルで。で、この時めちゃくちゃ余力あったんで、よし、ギア入れるぜみたいなので手ブラブラブラってして、はい、ラスト一周入りました。で、この辺で、通過が、400メートルの通過が1分1だったんで、ちょっと2周目は上げないといけないというので、ここで、軽くね、ギアを上げました。よしよしよし、このリズム、このペース、俺はいけるいけるいけると思ってたんですけど、ここで、多分、まあ呪霊に取り憑かれたのか何か分かんないですけどもね、多分背中に誰かが乗っかったんですよ。あの小学生2人ぐらいが僕の肩に乗っかってまして、足が動かないと、重い、しんどい、息ができない。はい、頑張って走ってます。これはあの2人おんぶしてますから僕。はい、やばいし、きつい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 、ゴール、この顔ですよ。めっちゃしんどい。はい、もうね、なんですか、腕がしびれて、足なんていうんですかね、もう呼吸したら吐いたいし、息吸えんし、足しびれるしみたいな。もうね、二度とで800でって思ってましたね。はい、結果の方はご覧と言ってるので、そちらの方どうぞ。結果の方はですね、2分